はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、コニーでございます。今日もスカーレットネクサスの続きからやっていきたいと思います。で、前回ね、なんかこのゆいとくんとかさねさんがですね、時間跳躍というかね、まあ、なんかそういう能力のね持ち主だということが判明しまして、クナドゲとですね、あれの原因がこの超能力、すげえブルブル震えてる、こいつのね、ゆいとくんの超能力に原因があるというのね判明しました。で、それをどうすんのっていうことで、とりあえず、重ねとのチームと、こっちのゆいとくんのチームでね、二手に分かれて、それぞれね、なんか、お偉いさんと接触しましょうみたいな話になっております。で、まあ、それはいいとして、とりあえず絆エピソードをね、やっていきたいと思いますんでね。プレゼント送ると、なんか、いいです。はい。絆エピソードやりましょう。ゆいと、ちょうどよかった。トレーニングルームまで、一緒に来てもらえませんか？なんでそんなかしこまって。いいよ。もしかして筋トレか？だったら、今度はゲンマも誘ってみようか。いえ、今日は二人だけで。少し確かめたいことがあるんです。なんや、なんかいかがわしいことか。別にいいけど。で、確かめたいことってなんだ？まさか俺の体力テストなんてことは。いえ、トレーニングが目的じゃありません。こんな深刻な雰囲気でトレーニングじゃないよね。ここに来たのは近くに人がいないので二人きりで話すのにちょうどいいと思っただけです。そらそうですわ。ルカ、一体何事なんだ？以前、僕たちは旧海抜群病院に行きましたよね。ああ、あそこじゃひどい目にあったな。あの時、施設の研究者から僕たち兄弟について、あ、聞いてるよ、聞きませんでしたか？君たちも無能力だったと。ごまかすの下手くそか。相変わらず隠し事が下手ですね。やはり知っているんですね、僕と兄さんがベルペッパーだと。ああ、ルカが気にしてるみたいだったから黙ってたけど。そうですか。それはお気遣いありがとうございます。いやでも薬とかで維持してるわけじゃないんだから、もはや無能力者ではないんじゃないの？それはこっちを見もしない。もっとでしょ、知られたってだけでも嫌なのかな。なんで俺が知ってるって気がついたんだ？旧海抜群病院からアジトに戻った後、ユイトは自分がベルペッパーだとみんなに話しましたよね。あの時僕を見てわずかに表情を変えたでしょう。それでもしかしてと思っていました。そうか、俺顔に出てたんだな。ごめん。謝ることではないですよって言いそう。いえ、僕は別にユイトに謝ってほしいわけではありません。知ってしまったのは不可抗力ですから。まあだよね、そりゃそうですよ。ただ未だに疑問なんです。あの時ユイトが自分はベルペッパーであるとみんなに教える必要があったのか。必要って？ベルペッパーであることはこの世界ではハンデです。大っぴらに知られていいことなんて何もないでしょう。俺はただベルペッパーだって言ったくらいで、みんなが俺を見る目は変わらないと思ったから。実際みんな俺が思っていた通りの答えをくれた。それで十分俺はいいことあったなって思えるよ。ルカのことだって話せばきっとみんな気にせずに受け入れてくれると思うけど。僕はユイトのようには思えません。ルカ、あなたと違って僕はずっとベルペッパーとして負い目を感じながら生きてきたんです。セプテントリオンなどと言われていても、僕が頼っているこの超能力は実験で植え付けられた
かりそめの力、自分自身の力じゃない。いつか突然パッと消えるかもしれない。そうなれば世間はきっと手のひらを返す。ずっとそんな風に怯えて生きてきたんですよ。今さらユイトのように無邪気にはなれない。世間がどう思ってもルカはルカじゃないか。今までルカはずっと海抜軍で戦ってきたんだろう。誰よりも努力して成果を上げてきたんだ。誰が何を言ったってそれが消えるわけじゃない。やはりユイトは強いですね。そんな風に思えること自体があなたの強さだ。でも僕はユイトや兄さんとは違うんです。逆風を跳ねのけて生きられるような強い人間じゃない。ルカ、あの、とにかく僕はこういう人間なんです。だから改めてお願いします、ユイト。僕がベルペッパーであるということは誰にも言わないでもらえますね。おお、強く釘を刺されちゃいましたね。俺絶対誰にも言わないよ。約束だよ。ありがとうございます。話は以上です。それじゃあ僕は先に戻りますね。これ絆深まったことなんのかな。くれぐれもお願いします。トレーニングルーム開けっぴろけすぎない？大丈夫、聞かれてんじゃない？ルカ、不安な顔してたな。何年も隠してた秘密を人に、俺に知られたんだもんな。俺の約束ぐらいじゃ心からは安心できないのかもしれない。いや、ルカが安心できるように俺がしっかりすればいいんだ。何があってもルカとの約束を守ろう。お、これだけは伝えさせてください。あ、はい。はーい。よし、で、あとはみんな終わったか？みんな終わったかな？ああ、終わってなかった。なんかあったっけ？お。こんなん好きか、お嬢ちゃん。こんなん好きかい。あ、ありがとう。へえ。いやいや、ちゃうちゃうちゃう、終わりじゃん。ちゃう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 。読んでんのはいいんだけど、ちょっと失礼しやすて、失礼しやすて。絆深めようぜ、絆。絆深めようぜ。大丈夫大丈夫、むしろこっちから行ったからね。なんだ？あの白い花、雪白静かそうのことで少し気になることあって。もしかして何か分かったのか？まだはっきり自信はないんだけど、前に登ったばっかよ。登ったばっか。登ったでしょ？ああ、あそこは寒かったな。雪道も大変だったし。あの山の上、雪白静か草が自生するのにぴったりの環境かもしれない。ほう、そうか。そういえば寒い高山に咲く花だって言ってたもんな、つぐみ。うん、それが？だからちょっと行ってくるから一人で行ってくるってこと。どこにだ？ヒエノさん。え？まさか一人でヒエノさんを登ってあの花を探してこようとしてるんじゃないよな。探すだけじゃなくて、
持ち帰ってくる。強い目してる。すごい強い目してる。見せるから。いや、そんなの危険すぎるって。険しい山だし、怪異だっているのに、そんな無茶させられないよ。大丈夫、私戦えるから。戦闘経験なら。そういう問題？ユイトより長い。それはそうだけど、でもさすがに一人じゃ。これはもしかして一緒に行くイベント始まっちゃうのかな？うん。止められても行く。そういう目してるよ。結構、いや、かなり頑固だよな、つぐみって。よし、わかった。じゃあ、俺もついていく。でも。何言っても無駄だぞ。俺も止められたって行くからな。わかった。じゃあ、一緒に。ああ、日枝野さんに出発だ。おお。やっぱここは何度来ても寒いな。目的の穴はきっともっと高い場所にあるんだろうな。うん、多分山頂の近くまで行かないと。この気温だとまだ自制には適さないから。わかった、じゃあとにかく山頂を目指して進もう。いやー、初めてじゃない？この奇質なエピソードでさ、こういうマップちゃんと探索するっていうか、二人で歩き出すの。ちょっとどこだ目的地。あれでもここあれだな、一回通った時には気づかなかったのかな、みんな。どうなんだろう、戦闘した方がいいのかな。よいしょ。おい、よいしょ。おい、おい。おい。さすが。さすが、ゆいとくん。これ、アイテム集めながら行かないでいいかな。とりあえず、行くか。アイテム集めよう。ていうか、初めてさ、この、つぐみさんの走り方見たけど。違和感があるな、何かよくわからないけど違和感を感じるな。腕の振り方とかそういうあれかな、人間じゃない動きしてるからかな。さっき倍にして返すって言ったけど、もう敵死んじゃってるからね。すまんな、返す相手いなくて。ゴールか。よしよし、見つけた。しかも群生してる。はいはいはい。マジか。やっぱりつぐみの分析は正しかったんだな。どのあたりだ。ここからすぐ近く。お、待って、あ、危ない。なんだ、何が見えたんだつぐみ。花の近くを怪異が歩いてる。このままだと花が踏み荒らされちゃう。よし、急ごう。 OKOKOK。どうせでかいのでしょ。出た。虫みたいにしっしって追い払うのは無理だよな。こっちに襲いかかってくるぞ。つぐみ、戦闘準備だ。でも二人でこいつか、大丈夫かな。よろしくお願いします。うちなり石は嫌いなんよね。よいしょ、とりあえず数を減らそう。チャンス。よし、ありがとう。よいしょ。いったれ。数が減ればだいぶ違うはず。こいつ本体ところで。濡れちゃった。まだだ。
一体の敵を全滅させるしかなさそうだ。いや、マジで。はい、はい、ちょっと待って。まず偽物だろ。よいしょ。ほいほい。うわ、やばいやばいやばい。とりあえずこいつを、こいつわかる、こいつわかる。よし、オッケー。はい、おいしょ。あ、はいはいはい、よいしょ。いや、勝ってーなー、お前やっぱり。はい、右側。お、よしよし、いってるいってる。攻めよう攻めよう、発火で攻めよう。はい、超キュッキュッ。あー、回避のタイミングが合わないよね。よいしょ。はい、任せて。ここよしよし。ほいほいほい、オッケーオッケー。よいしょ。ほいほい、アルプス。よいしょ。よいしょ。ほいほい。ほいほい。ほい。電気出た。そうだ、こういうこともあんだよな、こいつ。よし。ほい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 、さっと。一気に攻めるんだ。よいしょ。オッケーオッケー。よし、これでおしまい。お疲れ様でした。やった。よし、片付いた。花は無事か。踏み荒らされて、ほとんど潰れちゃってる。いや、めっちゃ後ろ咲いてるように見えるけど、気のせい。早くついてれば。気のせいか。半分ぐらいはまだ無事みたいに見えるけど。根っこがダメってこと？投資して地面の下も見てみたの。茎が折れてたり、根がちぎれてたり、みんな傷ついてる。そんな、無事なのは一本もないのか？何本かは弱ってるだけだから。ちょっとずつ回復すると思う。時間はかかると思うけど。そっか。じゃあひとまず全滅は防げたんだな。でも私どうしよう。花持ち帰って育てるつもりだったから。こんな状態で地上に持って行ったらすぐ枯れたりしちゃわないのか。ちゃんと栄養をあげれば大丈夫。適した栽培方法も考えてあるから自信はある。でも新しい環境で花に無理させちゃうのは確かだから。そんなこと私の勝手でしていいのかわからなくて。つぐみ、優しいんだな。それじゃあさ、花はこのままこの場所にそっとしておかないか。花にとってもここで咲いてるのが一番生き生きしていられるんだろうしさ。でもゆいとこの花好きだって。いいの？俺は咲いてる姿をまた見られただけで嬉しいよ。そのためにつぐみも頑張ってくれたし。つぐみ自身はどうしたいんだ？私は
花が幸せなら、それを壊したくない。わかった、じゃあ行こう。うん。つぐみはどうしてそんなにあの花を持ち帰りたかったんだ？え、それは、その…珍しい花だから、自分の手で育ててみたくて。へえ。知的好奇心って感じ？つぐみってちょっとした植物学者みたいだもんな。新しい植物育てると新しい友達ができるみたいで嬉しい。なるほどな。ま、遠くにいる友達ってことでさ、また今度花の様子を見に来ようよ。うん。あの、それと、それとね。ん？お？他にも何か理由があるのか？やっぱり何でもない。そっか、分かった。なんだろう、ああ言われるとめちゃくちゃ気になる。でも無理に聞くわけにもいかないしな。まあ、きっとそのうち話してくれるだろう。今日は山登りもしたし、アジトに帰って休もう。あの、おせっかいかもしれないけど、聞いてくれる？あ、いや、聞いたろう。うん、聞くよ。つぐみはいつも人をしっかり見てるから。俺、何かした？あのね、ゆいと、いつも私やみんなのことを気にかけてくれるでしょ？優しいもんな、ゆいとくんは。自分のことも気にかけてね。ユイトが枯れちゃわないか心配だから。お、レベル5、結構上がったな。ユイトの気持ち私に伝わってる。私のもそうだといいな。よかった。もちろんつぐみの気持ちも伝わってるよ。言葉は少なくてもさ。他にも珍しい花持って、あ、しっかり持って帰ってきてらっしゃる。新しいお花は、あ、持って帰ってきてないんだ。あー、まあいいや。よし、じゃあ長かったな、ちょっと先進めるか。そしたら、おい、スオウに戻る前に少し休んでおくか。さて、スオウに向かおうと思うけど、俺たちは反逆者ってことになってるんだよな。スオウに入った途端、国防軍とか海抜軍に追いかけられちゃうのかな。しかし逆に捕まれば、申し開きとして本部長に会える可能性もなくはないか。その前に人格矯正されてしまうでしょう。まあそうだわな。いろいろ考えたんだけどさ、兄貴に会いたいって正面から乗り込むのがいいんじゃないかと思って。正気か？ユイト、大胆。俺たちがいろいろ駆け回って秘密を知ってしまったことは向こうも分かってるだろう。兄貴はスメラギの家の名をすごく大事にしてる。だから俺を説得して取り込みたいと考えると思う。多分俺を反逆者にしたのも、そうすれば俺が兄貴に泣きついてくると思ったんじゃないか。そんな想像だけどな。兄貴はきっと俺が来るのを待ってると思う。わかりました。ですが戦闘になる覚悟はしておくべきだと思います。ああ、そりゃそうだわ。わかってる。カイトさんがユイトの話を聞いてくれるといいね。いや、でもほとんど絡みなかった。兄貴との絡みか。向こうから情報を引き出せればなおいいな。
俺たちが知らない話もまだまだあるはずだ。そうですね。海抜軍のトップですし、評議会議員の中でも特に重要な機密を握っている可能性は高そうです。となるとやっぱやってみる価値はあるか。何かやってくれる。渡る、どうかしたか。ちょっとな、俺はここからどうお前らをサポートするか考えてたんだよ。ま、任せといてくれ。ほう、期待しておるぞ。ああ、いつも通りよろしく頼むよ。それじゃ、スオに出発しよう。永遠の近い永遠の絆、なんか終わりそう。これなんだろう、この絵は何だろう、誰を写してんだこれ、誰と誰だ、なぎくんか。いや、わかんねえな、誰だこれ、誰。周防全域に非常事態宣言が発令されています。井の目堂、伊早戸、住民は至急最寄りのシェルターへ退避してください。何これ、どういうこと、兵士も全然いない。いや、マジどういうことこれ。ううん、隠れてるだけ。この辺り一帯国防軍が取り囲んでる。反逆者を待ち伏せてるにしちゃ違和感あるな。いかにも何か企んでますって感じだぜ。たとえ罠だろうが正面突破するしかないさ。とにかく海抜軍本部まで一気に。誰か一人こっちに来る。本部長じゃね。あれは、いや、凪か。おお、凪くんか。やっぱり会いたかったぜ。凪、どうしてここに。どうしてだ。ずいぶんとのんきなもんだな。偉大なるニューヒムカに逆らうクズども、掃除するために決まってんだろうが。だいぶ強制されてんね。ナギと私たちを戦わせるのがニューヒムカの作戦ってこと。そんなのダメだ、俺たちが戦う必要なんてない。ナギ、俺と一緒に逃げよう。その説得は無駄だぜ。それから人格強制を解く方法を探そう。強制できるんだから元に戻す方法だって必ず。はあ、寝ぼけてんなよ。これからお楽しみの時間だぜ。お前をぶっ殺して脳みそ引きずり出すんだからな。いいねいいねいいね。脳、もしかしてユイトの脳を手に入れろと命令されているのではないでしょうか。え、なあユイト、お前なら俺の頼み聞いてくれるよな。お前の脳みそよかった。お前怪異じゃねえか。怪異だよそれは。戦闘か。なんて力だ。人格矯正だけじゃない、何らかの超能力強化処置を受けたに違いありません。くそ、なんで、なんでこうなるんだ。ナギくん強えんだよな。俺たち戦うしかないのかよ、ナギ。戦いたくなければそこに突っ立って、すぐに首飛ばしてやるからさ。来い、ナギ。どうせ抵抗するんだろう。せいぜいあがけよ。俺を楽しませろ。ちょっと待って、他の他の待って待って、あのさ、どこにいんの、どこにいんの。いや、ちょ、みんなさ、いや、全然
の力使う。おそらく脳への悪影響は増加マイナスで、超能力強化のためにつけさせられたのでしょう。そんなのひどすぎるよ。人を何だと思ってるの。このぐらい。なんで。これでよし。なんで。あのさ。なんで他のみんなはなあ他のみんなはなんで一人で戦わされて、なんで一人で戦ってんの。どうぞユイタ。なんでわしは一人で戦っとるんじゃ。避けらんねえんだけど、もうちょっと回避してくれ。ちゃんと回避して。まだだ。いやマジでちゃんと回避してよ。仕切り直した。ちょっと待って、マジダメージ与えられ。ちょっと。ありがとう。やっぱり頼りになるな。ほい。いやマジこいつ厄介すぎる。どこ行った。まずいな。危なかったな。いやマジ合う、タイミングが合わねえ。タイミング合わないよ。ここさっていうタイミングは分かんねえんだよな。どこにいる。回避は間に合わない。よいしょ。みんな助けてよ。マジでみんな助けてよ。いや警戒しろ、ボスエコ。ほい。よいしょ、ケンマさんお願いします。ピノキの中、かなり深くかかってるはず。もしかしたら、さらに異常か。ほい。よいしょ、あーやっと来た。いや時間かかった。はい。いやーもういくつ回復アイテム使わせる気だよ。つうかみんなさ、みんななんで僕を助けてくれへんの。ああそれ逃げるしかないやつじゃん。いやほんとだよ。そうだよね。いや避けたつもりだったんだけどな。これでよし。こうやって取ってればこれ避けられんな。そんなに危ない攻撃じゃないな。終わるぞ。
ちょっと待って、死ぬ死ぬ死ぬ。帰るよつぐみ。こっちもやっ、よいしょ、お願いします。ほい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 、よいしょっと。回復アイテムに。ほいほい、よいしょ。やべえ、もう回復アイテムないと僕死んでしまうんで。そうしよう、そうしよう、マジでそうしよう。ほい、ほい、よいしょ。いやいや、足速えな、親友足速えな。またこれかよ。どこ行った、どこ行った。タイミング合わねえんだよな。マジで一発食らうと何もできないんだけど。ほい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 。いやいやいや、マジでこいつ鬱陶しいんじゃ、お前鬱陶しいんじゃ、いつまでやってんだよ、もう本当に。いやいや、なんでちょっとさ、自分が飛べる距離とか把握してないのかよ、本当に。ほいほい。ああ、いけるいける、よし、やっと終わった。きついって、みんななんで戦ってくれないの、一緒に。一人にしないでよ、一人にしないでよ、みんな。なんで一人で戦わせんの、この仲間たちは。両親が、両親が出てきた、両親粘ってきてる、多分。違う、うるさい、命令するな、やめろやめろ、くそ。おおおお、どうした？あ、オーバーヒートしたかな、脳みそが。なんだよ、これ。なんで、俺、こんな。凪の脳、こんな。何が見えてる？ユイト、動かしてはいけません。しっかりしろ。あの、なんか変なお薬飲ませてやればいいんじゃね。ユイト、俺はナギ、お前、人格が元に戻ったのか。ごめん、俺はわけわかんなくなっちゃった。お前を殺さないとって、誰かの声が。謝るなよ、お前は何も悪くない、
いのは全部お前をそんなにした奴らだ。戦いたくなかったのに逆らおうとしたけど苦しくて俺何もできなかった。お前を殺せって従わないと殺すって言われて怖くて俺もう頭ん中ぐちゃぐちゃだ。だからお前と戦うのは止められなかった。そうするしかないんだって思い込む。抗うほどに繰り返し人格矯正が行われたのだろう。なぜこんなむごいことができる。俺は大丈夫だ。だから凪が自分を責める必要はない。脅しだって怖がらなくていい。俺が一緒に戦う。ユイト、お前って本当俺たち、なんでこんなことになっちゃったんだろう。一緒に訓練生の時から頑張ってきたのに、やっと憧れの海抜軍に入って瀬戸隊に配属されて、またお前と一緒にバカやったりできるって思ってた。そうだ、瀬戸隊長、俺謝らなきゃ。でももう今さら遅いよな。もし死ぬときはカイと戦ってかっこよく散るんだって想像してさ、俺もヒーローになんで、それがどこで間違ったのかな。ああ、ユイと、どっちにしても死ぬんなら俺どうすればよかったのかな。ナギ、ナギ、マジか。ナギくんまでお亡くなりになっちったと。味方になる流れはなかったけどね。なかったけど。マジか。マジ、なんやかんやってこっち戻ってくるかと思ったのに。ナギ、お前は間違ってない。間違ってるのは、お前をこんな風にしたこの国そのものだ。切れてる。でも体制と今から話し合いかなきゃいけないんだろ。大丈夫か、ま、冷静に話せるか、その状態で。お前言ってくれたよな。俺、大勢の人を救いたいなんて言って、お前一人守れなかった。ごめんな。お前の無念は俺が、必ず俺が晴らすから。約束は絶対守るよ、凪。ユイト、大丈夫だ。ここに置いていくの辛いね。うん、後でちゃんとしてやろう。今は兄貴に会いに行かなきゃいけない。兄貴も政府の人間だ。
ここでナギが俺を待ち伏せていたことにも、そもそも国防軍囲んでんじゃねえの、ここ のここの状況をさ囲んで見てるんじゃないの。まさかカイトさんがナギを使ってユイトを狙ったっていうの。わからない。どっちにしろ会えばはっきりすることだ。海抜軍本部までの経路周辺、国防軍が集まってきてる。あっちはまだ反逆者捕獲を諦めてないらしい。お前らの相手じゃないだろうが、一応気をつけてくれ。それからユイト、無理はすんなよ。優しい。ありがとう、渡れ。それじゃあ海抜軍本部へ向かおう。よしよしよし、じゃあここら辺で終わりにしたいんだけど、セーブポイント、あ、いるな。よし、あそこのセーブポイントまでたどり着いたら終わりにしよう。海抜軍本部の中はどうなってる？渡る？聞いてるのか？ああ悪い、進んで大丈夫だ、ユイト。渡る、なんか反応が悪いな。え、渡るくんもなんかあんの？おませぶりだけどさ、なんかやってくれそうなんだよな。アイテムないな。意外と誰もいなかったりする、これ。いや、ガチでこれ誰もいねえぞ。いや、いねえならいいんだけどさ。いねえならいい。いねえならいいよ。全然いいよ。あ、いない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 。全くいないわ。ありがてえ。これはありがてえ。よし。じゃあセーブしよう。貴様の脳は、いや、余計な雑談だった。いつか振り返る時のために。はい。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はいよいよね、スメラギ本部長と、会いに行くという感じになると思います。はい。いやー、マジなぎくん残念だったな。悲しいわ。はい。じゃあ、次回まで。さよなら。バイバーイ。